はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿しているのでチャンネル登録高評価お願いします今回は愛知県の参考エアセルテック正社員8年目26歳の方の給与明細です仕事内容は物流センターなどの物流倉庫の整備や工事をする仕事必要な資格やスキルがアーク溶接、フォークリフト、電気工事士などがあるといい勤務時間が1日8時間の残業3時間 収入が月収28万で、えー、この仕事をしたい方へのアドバイスとしては根気のいる仕事ですがやりがいはある仕事ですで給与明細です、えー、本給が10万8500円食能給6万6500円、えー、で特殊技能手当1万円、えー、通勤手当がついて総支給が24万9086円そこから控除が引かれて手取りが16万9 0円 えー、384円となっています。えー、あれですね、給料がこんだけ低いのは、えー、寮費で、えー、4万引かれてるっていうのがありますねで。この4万がなかったら手取り20万ちょっとと、えー、まあ、高卒で入ってって感じだとかなりいい方なんじゃないかなっていうふうに思います。で、多分えー、空港とか、えー、飛行機関係なんで、多分 海外から来た荷物を物流物流倉庫でさばいている方だと思うんですけど、多分結構大きい会社なので、多分ボーナスとかも良くて、年収でいくとかなり高いんじゃないかなっていう風に予想できます。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。